さて今週も始まりましたサウンドトゥーカラーおとといろ、いろいろなジャンルのゲストを迎えしてカラーセラピーを交えた投稿をお届けします。癒しや元気になるサウンドサプリメントもご紹介します。パーソナリティフルートセラピストの玉野愛沙と、はい、アシスタントのディーナーです。どうぞ1時間いろいろなサウンドとカラーをお楽しみください。はい、今週も始まりましたサウンドトゥーカラーおとといろ、改めましてフルートセラピスト玉野愛沙と、はい、アシスタントのディーナーです。はい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日たくさんいるかなんか嬉しいね。なんか嬉しいですね。なんか久しぶりにたくさん、まあ、後ほど、はい、紹介してまいりたいと思いますけれど、この間土曜日ですね、はい、おとといろの事務所の方で、はい、サロンコンサート、フルートサロンコンサートね、はい、させていただいたんですけれど、はい、どうしたの？いや、あ、1週間え、まだ1週間みたいな、はい、あ、この間そうだよね。でももうそろそろ土曜日だもんね。そうですね、早っ。早いね。早い。1週間早いね。早いですね。1ヶ月も最近早いけどね。本当ですね、うん、はい、リナさん手伝っていただいたんですけどね。もう今回あんまり最初だけだったので。いえいえ、そしてね、カズハンさんもね、はい、助けていただいたんですけれどね、はい、今日来てるといいんですけれどね。そうですね、うん、じゃあまた後で。今日あと出ない、はい、声が聞こえた、声が聞こえた。はい、こんばんは。こんばんは。オレンジポップのん。アドリブ聞かんのか。オレンジポップの無口なパーソナリティー、カズハンです。もう最近休んでたみたいね、ラジオね。2回ほど。まあいいさ、じゃあ後でね、うん、後からね。後からね、はい、はい、ありがとうございます。はい、この間ありがとうございました。サロンコンサートね、手伝っていただいたんですけれどもね、
喋れよ。まあ開けるなよ。ドキドキするだろ、久しぶりだって。なんかこの感じ久しぶりな感じが。喋、ね、るのか喋らないのかみたいな。喋るよ。あ、喋る。パーソナリティやってるから、あの感覚がだいぶ変わってきてるからね。あの注意しないと、はい。あの基本台本がないと喋れないので。すごいよね。毎週台本書いてるんでしょ、俺ポップ。すごい、うん。書いてます。うん、書いて。書いて。読んで、読んで、喋る。そのままだね。それを、うん、あの、なんで一昨日では喋るのに、うん、ねえ、喋らす人がいるから、ね、振ってもらえるから、あ、そっか、それに対してね答えれば、うん、あ、なるほど、うんうん、なんかドゥーチュームにってなんか難しいでしょ。ドゥーチュームにね、よくするんだけど、するの？するんだ。このマイクを前にすると、うん、できなくなる。言葉が詰まります。ね、ほらね。自分もあのでもね、ドゥーチューム2じゃないけど、こうやっぱ一人でこう一人でやる方が向いてるっていう人もやっぱいるからね。パーソナリティとしてね、一人でやる方が楽だよみたいな。まあ慣れたらそうなのかなって思うんですけれどもね。はい、じゃあこの方はどうなんでしょうかね。はい、じゃあぼーっとしているあなた。どちら。あなた。はい、はい、いえいえ、こちらです。はい、こんばんは。こんばんは。はい、お名前教えてください。久しぶりのエロティック番長です。番長、お久しぶりです。はい。声も変わってるし。本当。はい、イムコストビスタイエムホテルのバーテンダーチーフバーテンダーの砂部ミッセルさんです。はい、ミッセルさん。はい。ミッセルことミッセルさん。はい、お元気ですか。元気です。はい、元気です。懐かしいね。懐かしい。小学校入れられるぐらいじゃないですかね。マイスターね。なんか独特だね、あんたたち。いや、なんかこうね、この周りのこの、うん、ね、ちょっとカズハンさんのこのオーラの波とあれで今酔っている。そうそうそう。ちょっと立ち位置を、あ、なるほど、探り探りで、ああ。もう溺れたはず。もう飲まれてますよ。酔い止め飲まれた。酔い止めじゃなくて。はい、じゃあもう一方ですね。はい、紹介してまいりたいと思います。はい、こんばんは。こんばんは。はい、名前教えてください。つはこです。はい、はい。自由だな。自由だな。自由ですね。この間ね、うん、なんだった、フルートサロンコンサートお越しいただいて、はい、ありがとうございました。はい、ちょっとは楽しいんだ。あ、はい、はい、なんかフルートあんま興味ないみたいだけど。そうなんですか。そうなんですよ。あんま興味ないみたいだけど来るんですよ。フルート聞かないのに来るみたいな。出社しに来てるだけだから。出社、そうそうそう、出社、うん、タイムのカード切りに来てる。いや、また社員じゃないですよ。おとと社の社員です。おとと社の社員。まあいいさ、ありがとうね。はい。はい。また遊びに来てください。あ、いいえ、はい、はい。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。終わりか。終わり？終わり？すいません、ちょっともう次行こうね。はい、月ね、最近満月だったんですけれどね。あ、そうでしたね。今日来る時も、三線の音が聞こえてきましたけれども、そろそろまたお盆の季節が来るなっていう感じだったんですけれどもね。うん、そうですね。沖縄はね、この三線って、この音が聞こえてきたら、こう、風情があるっていうか、やっぱ、いいなって思ったりとかしますけれどもね、はい、また今年の満月も、お盆の満月も楽しみですけれど、今日は月の会社ですね、百名佳代子さんのピアノでお送りしたいと思います。
はい、百中代子さんのピアノで月の会社をお送りいたしました。ちょうどですね、スタジオから月が見えるんですけれどね、さっきより高く上がってる、ね、高くなってますね、はい、なんかオレンジ色っていうか ね、まあ、赤い月みたいな、さっき赤かったんですけどね、うん、ちょっとオレンジ味がオレンジがかってますね。そうですね、なんかオレポップの日って感じですか。オレポップは水曜日です。あ、水曜日、何時からですか。3時ですね。はい、じゃあ CM です。サンドトゥーからおとといろお届けしております。さて続いてのコーナーです。今週の道しるべのコーナーです。ゲストさんが心に留めている言葉や座右の銘などを紹介するコーナーです。さて今週はですね、佐保子くんに、はい、新谷くんにお聞きしてみたいと思いますけれど、うん、準備してないんだけど、はい、先ほどなんか言ってたんじゃないですか。え、うん、まあはい、うん、何でうーんって。うん、こうなんか止まるよ。止まってるよ、もう音も出ないのに。出てるよほら。はい、じゃあリスナーさんに、うん、あ、なるほどな、こういう生き方があるんだなとか、ああいうことがあるんだなとかっていう言葉があったら、うーん、教えてください。せーの。ないんかい。ない。じゃあこんな時は、うん、じゃあ賢者の教えっていう本がありますので、じゃあ賢者に聞いてみましょう。はい、はい、不満を口にする前に考えてみることだ。はい、これ、ね、あらかじめ準備してた。出よったマジで出よった今。あはと思って。今必要な言葉なんでしょうねきっと。超嫌味な本ね。読んでみる。あ、どうぞどうぞ。とつまらないことで他人の感情を害してばかりいる人間がいる、うん、彼らはたやすく囚人と交わるがすぐに嫌われて弾き出されてしまう、うん、彼らが山ほど不満の種を抱えない日は一日としてない、うん、その認識は常に見当違いの方を向いているので何を見てもあらばかりあげつらうのである、うん、そして自分自身は何一つまともにできてないくせに他人の努力にはケチをつける、うん、こういう成功は本人にとっても周りにとっても困りものだが、彼らは否定的な言葉を口にする前に一度考えてみるということが、うん、心の中のたわいのない不満を制御する力となることなど思いもしないのであるというふうに書かれています、うん、いかがでしたか、うん、なんかね文句言われてるみたいな、ね、うちやったい、うちやったい。でも客観的に言われてどんな感じです。あ、人から言われてってこと。まあ本ですけど。
まあそうだよねって思うけれども、実際の生活の中のこう流れの中ではなんか無意識のうちにそうなりつつあるかなって思ったり、うん、でちょうどいい例があるんだけどよ、うんうん、あの今とっても ホットなわけさね。ああそうなんだ。そうそうそう、それで言うとあのなんていうのは火に油を注ぐことになるので、じゃあやめましょう。やめましょう、はい、メールは危ないですよ。そうですよ、はい、あれかな、フェイスブックに書かれてたやつかな、あミクシーかな、あかあ本人に言ったってやつ。ああ、そうみたいです。はい、はい、じゃあ、せっかくなのでね。まあ、すいませんね、膨らましきれなくてね。いえいえ、皆さんに聞いてみましょう。まあ、不満を口にする前に考えてみることだっていうことなんですけれど、うん、まあ、不満っていうのはどうしてもね、出てくるものだと思うんですけれど、でも、自分自身はどうなんだって、帰り見るよりも人のせいにしたいものだよね正直なところ不満感じた瞬間にこう考える前に即刻口に出してしまうから、うん、なんつうのもう、でもそれは流されてるってことになるんだよね。あそうなの、うん、あの自分の理性が効かないで、うん、本能で本能のままっていうことは結局動物と一緒ってことになるから、うん、だから自分自身の理性も鍛えた方がいいのかなって今思ったんだけどさ、あ、うん、だから本能のままにわーわーわーって言ったらだから迷惑さ、うん、だからそれされるのも嫌さ、うんうん、どう思う？だから理性も鍛えるのがやっぱし一番なのかなって思ったんだけど、だけど理性鍛えたらなんつうか我慢して言わない子ってなるから、うん、あそれがエゴイストになるんじゃなくて、うんうん、エゴイストの手前エゴで終わっとけばいいんじゃない。だから理性で自分をコントロールできるぐらいになれたらいいなみたいな。だからそこで発想の転換、うんうん、ネガポジ転、うん、あるよとかで、あれなんか言い訳かもしれさあれは自分の都合のいいように考えるんではないよ、うん、ああじゃない、自分の都合のように考えるんではなくて、いかに自分の、うんうん、例えばこう苦しいとか嫌だなっていう思う仕事を任されたとしても、これは未来のために、うん、これ頑張ればきっと何か身になるんじゃないかっていう、うん、風に考えるあの、うん、ポジティブな考え方ね。うん、OK、うん、はいはい、のネガポジテンでした、うんうん、はい、じゃあ振ってみましょうね、はい、もう持たないですよここで、はい、カザハンさんいかがですか。なんかこう不満口にする前に自分の場合ね、うん、カズハンの聞いたことない、自分の方が悪いんじゃないかって思ってしまう、うん、あ一緒、自分もそう、自己否定になってしまうってこと、否定までいかないけど自分になんかこう非があって、うん、だからこうなってる、うん、だったらどうしようかなみたいな、うん、次を考える、うんうん、なんかでもなんだろう、最近思ったのが不満でも何でも口にしないと、うん、自分の中に溜め込んでしまうので逆に、うんうん、それは良くないことかなと、うんうん、何でもかんでも言うのもいけないけど溜め込むのもあまり良くないみたいな、うん、だからその辺のやっぱりコントロールなのかな、バランス中、バランス、うん、カズハンの場合はあれさ、こう物書き、はい、詩を書いてこう発散する術があるでしょ、うん、だからそれもありなのかなって思ってでも最近、うん、こう考えすぎてあんまりにも、うん、なんか書くことができない、うん、状態だったから、うん、なんだ自分の中でもう考えが固まってしまって、うんうん、なんていうもや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 した感じ、うん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 、ずっともやもやしてるんだけど 何に対してもやもやしてたんだっけみたいな風になっていったからやっぱり書いた方がいいんじゃない、うん、書き出さないと、そう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 ね忘れてんだよ元を、うん、だから書いた方がいいんじゃないだからねボソッと、うん、
ポソッと不満を一言発していれば、うんうん、解決できたのかなみたいな。解決っていうか、うん、そっから相手がこうなんじゃないって意見を言ってくれるから、うんうん、そっからまた新しい考えが出たりして、うんうん、なんだろう、解決していくっていうか、うん、不満を口にすることで解決法が、あの他のなんていうか意見みたいなのが入ってきて、あの、うん、なんか違う視点が持てるみたいな感じ、うん、けど人の話そう言われた時聞けるでも、うん、聞けないね。聞けないよねそうなってる時 ね、うん、じゃあもうちょっと時間置いて、うん、じゃなかったらもう相手に直接言った方がいいんじゃない、うん、はい、それ嫌じゃん相手はだって解決しないんでしょ、うん、解決しないよ自分もそれじゃいけないと思うんだけど、ただ言えばいいってもんじゃないと思うんだけどさ、うん、自分の中でも解決することも大切なんだけど、うん、じゃあお兄ちゃんに聞いてみましょう、うん、はい、ミシェルさんいかがでしょうか。落としてください。はいいや落とさないでいいですよ自分の考え教えてください。ミシェルさんの考えをぶった切って、うん、いいかなプレッシャーかけないわいやもう好きなこととか、うん、ああいった違うところに集中、うん、ほらよく、うん、あの料理人とかが包丁を研いでるときって結構無心になれて一回冷静にこの心の軸っていうか、うん、あれを合わすみたいな、うん、ああいった感覚で趣味とかいろいろあったりとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、まあ、ふとカズハンさんみたいに詩を書こうとか、うん、無理やり書くんじゃなくて今書きたいから書けばいいみたいな、あ、まあ、自然の中でこういった好きなものに特化していったらちょっと遠目でというか、うん、一旦離れて今のこの起こってる出来事を見れるのかなと思ったり、まあ、無理くり、まあ、詩を書くと か、 なんか何かやろうではなくて、そうそうそう、うん、無理やりじゃなくてこう、うん、要は日常的な自然の流れの中で、うん、そういったのをやるといいガス抜きになるんじゃないかなと、うん、自分の中では、うん、まあ、そうやったり、うん、玉縄さんにメール送ったり返ってこないメールをそんなこともありましたけどそう、まあ、海見たりね、そうそうそう、空眺めたりとか、まあ、ね、女性はねよく女子会、うん、友達と喋ったりとか食事行ったりとかね、すごい止まらないです多分ね、うんうんうん、何かとこううまい具合にこう女性は、ね、もやもやを完全燃焼させてるけど、うん、なかなかね、うん、男子諸君は難しいあれでね、言葉がねあまり上手じゃない分ね、うん、女性はこう喋ってわーって言ってこう相手に投げかけて聞いてないけど、うん、あの投げかけることでこう自分で組み立てて、うん、そのまま捨てることができるので、ね、友達似合ってもない服、あ、似合ってるとかそれとこれとは違うけど、ちょっと違うかもじゃあそれはこれ、それはそれ、じゃあリナさんの意見聞いてみましょう。え、私ですか。はい、そうですね、この言葉通りかなって思ってて、やっぱり、うん、過去を振り返ってみたときに、うん、やっぱ不満ばっかり、何もしないんだけど不満ばっかり言う人がいたんですね、うん、でも自分から見たら、あ、ここもうちょっと頑張ればいいんじゃんとか、見方変えたらこういうことじゃんって思ってたんですけど、あんまり仲良くはなかったので、うん、その人に言うことはなかったんですけど、もうその時に、あ、今の自分がその時にかけるんだったらちょっとネガポッチ的な本当に考えの発想だとか、うん、あとはなんか本当によく考え、よく周り見てごらんとか、よく考えてごらんっていうのを言ってあげたかったなって思いましたね。うん、まあね、不平不満を言う人の近くにはやっぱし行きたくないっていうのが周りの意見でもあると思うし、うん、そう言っている自分自身もだんだん嫌になって、自分が嫌になったりとか、うん、なんでこのことばっかり考えてとかって思うよりは、解決する方向にどうにか持っていけて、まあ、理性をしっかり、鍛えていくのも大切なのかなって思いました。それでは、CM です。なんか今日難しい。
サウンドトゥーカラー音と色お届けしております。さて続いてのコーナーですカラーセラピーのコーナーです。10枚のカラーから6色の織りなす人生ハーモニー過去現在未来でお届けしてるんですけれど、今日はですね久しぶりにカズハンさんが来ているので新しいの新しく試行会でですねちょっと違ったカラーセラピーをしたいと思いますけれど、今日はですねこの10枚の中からこれは自分自身の色だっていう色と自分に当たりない色っていうのを足りない色、はい、ごめんねあの違う情報流してるけど隣が隣と隣が隣と隣が撮っためちゃ撮った、はい、えすごい笑顔じゃあカズハンさんの足りない色、足りない色自分自身の、まあ、色っていうのがオレンジ。なんでわかる？もう見ておりますオレンジ好きです、はい、オレンジがカズハンってあの自分の色っていう感じですね。はい、はい、で足りない色が何て書いてますか？パープル。パープル、青紫ですね。青紫っていうの、まあ、どっちでも、まあ、青みがかった紫ね。赤と青の混合色。読まんでいいよ楽しそうだな今日久しぶりだもんオレンジはまあ、カラーセラピーでよく揉むなよ皆さんも待って泣き落ちてなんか何回かねバラ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 崩れてますけどオレンジが、はい、まあ、人との交流が楽しいとかあと我慢することが苦手とか入って俺見て言ってるいやオレンジ書いてあるよ書いてある、うん、とか、あとみんなと過ごすのも大好きなんだけど一人になるのも好きって感じの、はい、オレンジで、はい、で、カズハンといるとなんか落ち着くとかなんか楽しくなるねみたいなこともちょくちょく言われるのかなって思いますけれどね、うん、あんまり言われない。ちょく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 言われない、うん、言われますね最近、うん、カズハン楽しいよ、うん、面白いよ、なんかいるだけで面白いよね、うん、存在がおかしい、うんうん、文句やし文句じゃない , 笑ってるし喜んでるしめっちゃ褒められてるで、傷ついた人の気持ちを吸い取る能力も持ってるということなんですねオレンジっていうのは。うん、能力者なの？スルーしていい？で足りないのが自分は足りないなって思うのがパープル。パープルはパープルは自分自身のこの深い部分を見るのが苦手なんですよ。だからすごく内観してるように見えて意外とこう浅かったりとかするのが多分カズハンなんだろうなって思うので、すごく物事に対していろんな深みとかあこんなところまで考えるんだという人に対してすごい憧れを持っているところがもあるんじゃないですかね。はい、なりたいです。なりたいなので、うん、その直感力もそうなんですね。意外とカズハン直感で動いてるようでものすごくさっきも、ね、お話ししてたんですけど、うん、いっぱい考えているタイプで、うん、このパープルっていうのはどっちかというと直感とか動かされてるとか私の体はもう全部あの世に預けられているくらいの勢いの人が選ぶような、まあ、スピリチュアルですね、はいはい、の意識が強い人、うん、私も手も足も口も全て使ってくださいみたいな人が、うんうん、パープル選びやすいんですね、うん、なので、うん、自我が強いっていう感じなんですね。自分はカズハンであるみたいな、俺みたいな、うん、俺は俺なんだみたいな、うん、っていう意識が強いのでもっとこう手放してもいいのかなって感じですね。そこにパープルに近づきたいっていうのであれば近づきたいっていうか、うん、最近気になる色、うん、じゃあ、うん、いろいろこう手放すとか手放す、これは例えばこの CD は自分のものではなくって一時的に自分のものだけどみんなに回してもいいかなみたいな、うん、手放すとか、
ていう感じかな。わかりやすく言うとね、どっちかというとオレンジっていうのは、うん、あの物質主義がちょっと強い、はいはいはい、ので物に物ありき、だから物をもらうと嬉しかったりとか、うん、もらうとこう自分の所有みたいなものにしてしまうので、うん、そうではなくって物もあの手放してどんどん回してみんなでこう使えるようになったらいいなみたいな、そしたらもっともっと豊かになるのかもしれないというのがパープル、うん、パープルの人は物質よりも心を大切にするんですね、うん、だからそういう方向に今行こうとしているのかもしれないって感じですね。行きたいなみたいな、うんうんうん、っていう感じです。はい、ありがとうございました、うん、はい、はい、じゃあ今度ミスレさん行ってみましょう、うん、自分が足りないって思う色と、うんうん、これは自分自身の色だなって自分の色だなみたいな色を2枚選んでください、うん、タンはパープル好きでしょ、うんうん、そんな感じ、そんな感じ、今日もああ赤と青だもんね、赤が足りなくて、グリーンが自分自身、ああ本当そうなの、わからんどんな風に選びました、今なんとなく今日の感じで、え、今日の感じじゃないってか自分自身の色と聞いてるから聞いてる自由だな、違う情報がそれね、違う情報そう思ってたみたいな、聞いてたカズハンの聞いてた、はい、今選んでますからね、はい、イエローが自分自身、レッドが足りない、レッドが満ちてるって感じ、黄色ってば言っとかないと、聞いとかないと、はい、イエローはあの何度、イエローってあの何度か、スタメさんの話聞いてるから、まあ、そうなってしまうんですけれど、本当にあの鉄砲玉なんですよイエローってもう自分が思い立ったらワンピューみたいなで、あのイエローっていうのが頭いい分考えすぎの部分もあって、であと知識欲もやっぱしあるんですよね、うん、イエローってとっても勉強家なんですよ、うん、で蓄えることも大好きで、で、それが行き過ぎると考えすぎなんだけど、でちょっと打算的なところもあって、でこれはちょっと自分に不利かなって思ったらやらないとかちょっとあの頭脳プレイするところがあったりもするのかなっていう感じですね。で、もう本当にあの一人になることが自分のエネルギーになるみたいな、自分のこの個室があることで癒されるって感じで、あのこもるのが結構好きなんじゃないかなっていう感じですね。声出してまさにお見通しだね、うん、であの本当にあの自分ちょっとね自己中なところもあるので、これ気をつけてねって感じ、ちょっと周り見ようみたいな、今の状態じゃないよねさっきねさ、何だった、あの足りない色が赤、赤かな、レッドね多分、うん、この赤が足りないっていうのは自分自身の中に情熱が足りなかったりとか、リーダーシップを取らないといけないリーダーシップの役目が来た時にやらなかったりとかしないそういえばなんか出てくんのカードも、いや違うわ、今日帰りにディーナーにね弓道で撃たれて待てってで、あの赤ってだから自分自身の情熱もそうなんですけど、うん、地に足をつけた考え方がちょっと苦手だったりとかしちょっと夢見がちなところもイエローがちょっと持ってるので、うん、もうちょっとあの地に足つけた考え方しようみたいな、こう自分に言い聞かせたりとかもする、で逆にこの地に足つけた考え方をしたいがためにこう知識を得るんだけど、ちょっとそれが空回りしてしまうなみたいなのもあるじゃないかあれ地に続いてないなみたいな、空回り、ずっと空回り、ふわふわ、はい七転びチャー転びですよ、 あなた人のこと言えないオレンジも似てるから、ね、自覚はあるもん、あそうなのオレンジもイエローが入ってるでしょ、はい、だからイエローの性質も入ってるってこと、うん、オレンジって黄色と赤の混じった色だから、赤は持ってるんだけど、あ赤は持ってるわけだから、俺が俺がっていうワンからワンからなところもとちょっとあるはず、
ちょっと出たがり、出しゃばり言おうとしたけど出たがりなところがあるんじゃないかな。スルーしていい。次行っていい。俺の番じゃないしね。でも今スナベさんが選んだイエローとレッドを混ぜるとオレンジなんですよ。だからオレンジ好きよ。うん、だからカズハン多分面白いと思ってるはず。悔しい。AB型だから悔しい感じ。もしくは苦手。切りたい感じ。お酒で瓶で選びました。あ、はいはい。じゃあ今度しんやくんの、はい、あ、どうでした。あ、はい、素晴らしい。今日も合ってましたよ。黄色って表金なんですよ。イエローだ。久々に聞いた表金っていうこと。仕事の方だけど表金、あの楽しい人が多いですね。いやもう毎日楽しくね。うん、明日は事故合うかもしれんから今日楽しく。なんか楽しくなくなる。事故合うのみたいな。思ったら遊べないよね。明るいのか暗いのか。はい、じゃあ新谷くんが選んだのがバイオレットとグリーンなんですけど、あ、はい、こっちが足りないですね。足りないのがバイオレットで、はい、グリーンが自分自身、はい、本当は緑と赤しようと思ったんだけど、さっき出す時にドキッてしてる。似てる。あ、違う違う、同じのじゃんと思って。なんで、うん、イーサ、イーサ、うん、あ、言い方違うはず、うん、多分変わる人によってか。でもまあこれ選んだんだよね、これでいいよ、うん、あ、うんうん、後期の。あ、そうですか。スナベさんもね、さっき選んだの、うん、まあグリーンもイエローが入ってるんですよね、実は、ね、うんうん、ブルーと黄色が混ざると緑になるので、うん、まあ、イエローは入ってるんですけど、うんうん、まあ、あの三瀬さんに言ったメッセージも入ってて、うん、でグリーンっていうのは、うん、平和主義者なんですよ、うん、でまさに、ね、さんもあんまり争い事を好きではなくって、うん、この調和、うん、お酒を調和するとかね、うん、またうまいこと言っちゃって。だからお酒のように、お、なんだ今日は。この感じ。月が綺麗だ。すごい。グリーンを、持ってる人っていうのはこうまとめ役とか、うん、なんか意見、うん、いろんなこう意見をこうまとめたりする役割の人が多かったりとかしますね、うん、だからあんまり争い事っていうよりも自分 の、 こ, のこう見えて口が悪い割には、うん、誰が悪いよ。悪い割にはこうみんなをまとめたい気持ちがあったりとか、うん、そのみんなの意見を出して、うん、で前向きなものだったりとか、うん、じゃあこれにしようみたいな感じで、うん、こうでしょう、絶対そうだよね、はい以上みたいな、あの真ん中を取っていいでしょうみたいな、うん、ああこれでいいかなみたいな、だからね、それでなんか、ね、あ、なんつうの、妥協してるような感じがして、いつもあんまりなんか腑に落ちない毎日みたいな感じ。多分あの、うん、フラストレーションっていうのがグリーンの反対がレッドなんですよ、うん、で自分自身の、うん、持ってるものも、うん、リーダーシップはもう取りたいんだけど、でも調和を取らないといけないよねって、うん、リーダーっていうのは調和を取る人物だよねって心得てるところじゃないかなって思います。でバイオレットの中にもやっぱしレッドが入ってるんですよね、うん、ではレッドが強い、さっきは青紫がカズハン取ったんだけど、うん、今度は赤紫、赤が強いバイオレットなので、うん、バイオレットはこれも自分自身の直感だから、イエローが入ってるので、うん、頭で考えすぎなところがあるっていうことね。だからバイオレットっていうのは直感を信じるとか、うん、自分自身の内から湧き出た、うん、言葉っていうのをもっと信じてもいいのかなっていう感じですね、うん、だからそれが足りないので、うん、どん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 、それに従って自分自身の内なる声にも耳を傾けてみてくださいっていう感じです、うん、はい、専務専務あと10秒しかないよ。はい、はいはい、それじゃあCM ですね。はい、行きたいと思いますけど、今度はリナさんのオラクルカードのコーナーです。早っ。
はい、サウンドトゥーからおとといろお届けしております。続いてのコーナーです。リナさんのオラクルカードのコーナーです。日常生活で起こる様々なことを44種類のオラクルカードからヒントを得るコーナーです。はい、じゃあリナさんお願いします。はい、今週のカードは起業家、うんうん、起業家、はい、起業家っていうカードですね。あ、はい、起こす、起こすなりわいの家起業家まあ家ね、はい、はい、で意味が、うん、あなたが抱く意図、そしてあなたの気質に最も合っているのは自営という働き方です。誰のためでもなく自分自身のために働けば聖なる導きと直感によりよく従うことができるでしょう。私たち天使はあなたの同僚でありチームメイトです。あなたたちが、うん、あなたのそばを離れることはありません。いつも隣にいてあなたがいかなる意味においても成功できるよう見守り続けていますっていうカードですね、うん、だからなんか、まあ、実際、ね、企業を起こしてもいいだろうし何か新しいことやるといいのかなっていう意味があるんじゃないかなと思いました。でカード自体もなんか天使がなんか火を持って何か火を、うん、なんですかねこれ。放火してる。放火じゃない。放火じゃない。なんていうんですかねこれ。なんか器に火をねちょっとつけてるような感じの絵なんですけど、周りがちょっとなんか光ってて本当になんか守られてるんじゃないかなっていうカードですね。だから何か新しいことを始めたいんだったらどんどん始めどんどん進んでいいんだよっていう意味があるんじゃないかなと思いました。新しい資格取りたいと思って、あ、ちょうど、はい、ちょうど今日届きました。あっ教材が、はい、届いたので今日からも勉強しようかなと思って。あ、じゃあもうぴったりです ね、 ターマカリグラフィーはどうなってもさ、メールやってるよ。あ、嘘、やってる。あ、一応じゃ安心だね。いやでもあれ資格じゃないから趣味の範囲だからいいわけはい、じゃあメールありがとうございます。読ませていただきたいと思います。はい、玉那覇さんの番組へって書いてますけどありがとうございます。ちゃんと件名書いてますね、はい、最近皆さん誰も書かないですよ、はい電波での名前飲んだくれ関西役ケイシマかっこ笑いなんか自分で関西役とかもう馴染んでますね。関西役今日なんで来てないの。あ、ね、役員今日出勤状みんないやいや、恒例となりました焼き鳥長田での第2回交流会という名の飲み会大成功に終え点々高なクエスチョンかっこ笑い幹事の私が終盤演奏してましたが、そうですか、そういえば行かれたんですよね。行きました、行きました。出社されたんですよね。あのもうね、うん、ね、本当に演奏してました後半は。まあだけど楽しかったですよ。あ、本当、うん、はい、演奏見たかったですけどね。おー大丈夫みたいな。リナさんが解放したので。あ、もう結構、あ、でもなんか声かけたらしっかりしてました。あ、そうなの。もうでもなんか夢中になって他の人と喋ってたら、うん、あら、あら、関西子大丈夫みたいな。何人来てたの。え、結局1、2、3、結構来てるね。4、5、6。あ、そうなんだ。そうそうそう、行くよですね。途中で帰った方もね、うん、いらっしゃったんですけど。あ、じゃあ後で教えてください。はい、はい、どこだ。これから月1か月2くらいで月2だからね、そして続けようかも考えてますが、玉名社長いいですか。いや、どうぞあのー、気が乗った時に行きます。ところどころにノーピンさんも顔を出していただけるというハプニングもありましたが。そう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 。あ、そうなの、いらっしゃったの。たまたまね、いらっしゃって。今度ゲストですよ、来週。お、うん、はい、次回も来週だったかな、次回も18時スタートってことで、過去私は17時半から飲んでおきますんで。早いね、5時半からって、うん、じゃあ日程調整は頼みました。ええー強気ですみません。私から後ほど気が向いたところに連絡行くと思います。わら。みんな気分次第よ。いいね、この感じね、うん。リクエスト、玉名勲さんの三輪明宏さんのモノマネで、三輪さんの身は美しいですね。三じゃないですよ。うん、実はですね、来週月曜日も関西行くと、今度は砂部さんのところに行こうとしてるんですよ。ああ、そう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 、ね。なんか、なんだった、フェイスブックで、あ、うん、あ、ね、うん、なんかやり取りしてるの見たあ、いいねと思ったんですけど、うん、その時休み取らないようにちゃんとあ、そうです、捕まえとかないと大丈夫よビアガーデン行くっていう話して
はい、じゃあ続いてのメールです、はい、皆さんこんばんは。いいはずよ、メンバー勢ぞろいで今日は濃厚なおとといろトークが展開されそうで楽しく聞いてますね、うん、りなちゃんかわいいね、ヘアスタイル素敵よ。 ありがとうございます。カズハンさんも久しぶり、オレンジポップ聞けなくてごめんなさい、今度聞きます。砂部さん今度楽しみにしてますね。今夜もセクシーボイスでいい感じ。深夜さん大変な展開になってきたので後ほど報告します。何泊まりに働くのまた何が何だよ、何の展開になってる、はい、代表のライブいよいよ日曜日ですね、楽しみにしてます。おとといろ楽しいね、元気になれそうです。ではラジオネームムムさんからいただきました。なんか荒くなってきてる、はい、ありがとうございます。そうですね、日曜日28日ですね、うん、ソルナさんの、うん、ライブのサポートですね、うん、させていただくことになりまして、うん、もしいらっしゃる方ぜひ連絡いただきたいんですけれど、うん、じゃあ後ほど、はい、後ほど、はい、うん、日曜日、日曜日ですね、はい、もうラテの音楽で、はい、言うなラテンの音楽で、ノリノリですね、うん、新しいアルバムを出したということで、レコ発ライブ、うん、ソルナのレコ発ライブですね、ありますので皆さんノリノリに、そしてダンサーズも出ますので、うん、みんなで楽しんでいきましょう、うん、はい、それでは、続いてのメールですね。タマリーナグッドイブニング。最近玉川の玉ちゃん話題に出ないけど元気かね何に絡めてんのこれは。あ、リーナ日曜日ありがとう、楽しかったです。こちらこそ。そしてターマーも日曜日はイベントでの演奏お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ターマーブログ再開してイベント情報よろしくね。来月はモッツであるらしき情報を聞いたよ。あ、そうなの、ありがとうございます。ケンシマさんから聞いたのかな。さてゲストのカズハンさん、みかん色ミスチルポップを3時に変わってから毎週聞いています、うん、シェイカーフリフリセラピスト、イケメン砂部さん、ナナシさんもこんばんは、うん、今週は賑やかだね。ダームームさんのように短く分かりやすく書くはずが、ナナシさんみたいに長文になったさ、ごめんね。うん、全然短い、大丈夫よいいぐらいいいぐらい、簡単に言うと、かっこ今ダムの貯水率はどのくらいかを聞きたかったわけよ。あ、砂部さんですか。ではでは最後まで頑張ってくださいラジオネームリーナーの笑顔、今夜も最高、砂部さんもイケメンより、はい、いただきました、はい、ありがとうございます。砂部さんご存知なんですか貯水率ね、うん、のお客さんがね、有名、ダムマニアがいて、あ、そうなんだ、毎回どこどこのダムって言って、あっちはロックフィル方式で何々何々とか、すごい、貯水率が何パーセントでって言って、ダムで行くとダムカードがもらえる。なんでそうなんだ、ダムカードがあるんだ。だから今沖縄全部のダムを行ってダムカード集めようかなと思って。すごい、ダムカード全部集めたらじゃあオリジナルカクテルあげようね。ナナメさんのここに行って、うん、カード集めたよ、集めたよってでも自分前の会社で生かされたよ、奥首ダムとか大砲ダムとか以外審査員だって、あ、でもその方はね、おとといろに昔いらしていましたね。そう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 、なんかダムの貯水率が自分のテンションって言ってたから、なんかダムがいっぱいだと、うん、沖縄県民大丈夫だことって思うらしい。そうなんだ、はい、もう一回来てますよ、うん、またまたこんばんは。はい、こんばんは、はい、こんばんは。最初のコーナーかっこ今週の道しるべですか、はい今日のターマーとゲストさん、リナさんの話を聞いてすごく打ち当たりして直さなきゃいけないと感じました。なんかいろいろ勉強になるな。さすが人生経験豊富のタマナーさんは頭が上がります来週はどんなことが聞けるか楽しみにしてます。うん、来週何があるかね、はい、毎週何が起こるか本当にヒヤヒヤする、ね、しながらの綱渡り番組ですはい、今週もですね、素敵なゲストさんにお越しいただきました。カズハンさん、ありがとうございました。どうも、はいはい、ミスリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。シンヤさん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後10時からは、はい、リナーでした。それではまた来週お会いしたいと思います、はい、ありがとうございました。